南下トップ駅は、北海道川戸郡新戸津川町技区月にあった、北海道旅客鉄道札沼線の駅である、札沼線の区間廃止に伴い2020年5月7日に廃駅となった。1976年の南下トップ駅と、周囲約500メートル範囲、下が札幌方面、国土交通省国土地理院地図、 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成下、徳富駅の南にあるため、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。石狩東別駅が管理していた無人駅で、かつては木造の駅舎があったが、廃止時点では撤去されており、待合室等も設置されていなかった。駅の北側に、南16号線の踏切が接していた。 2020年5月7日の北海道医療大学駅新戸津川駅間の廃止にあたって、同日未明にホームに設置されていた駅名標が撤去された。田園風景が広がり、田畑と数軒の農家があるのみである。2020年5月の当駅廃駅後、当駅、跡地、線路跡地は新戸津川町に無償状とされる。2020年度から3年間の間に、 駅は解体される予定である。また、町は、殺傷線の線路によって、水田地帯が分断されている現状を解消し、機関産業の稲作の振興を進めるため、2020年度から3年間の間に、当駅周辺を含めた線路跡地を水田に戻す予定である。ありがとうございます。